この会社っていうのは、スーパーインテリジェンスを作ることだけに特化しているみたいなこういう状況に、まあ、世界があることを気づいてる人は、世界中でも数百人もいないだろうって、この感じましたですけどね、本当、うんうん、すごい社会変化が起ころうとしてるんですけど、まあ、多くの人はそれに気づいていないという感じがしますよね。 ああそう考えるとこの2つの買収ってめちゃめちゃ面白いですよね。まさしくその彼らの描いてる未来に必要な技術を買収してきたって感じですね。うん、いやー、本当に面白い話がつきませんね、<laughs> これ。いや、本当そうですよね。はい、よろしくお願いします。今週はどんな話今週はそうですね、ちょっといろいろ用意してるんですけど、うん、やっぱり一番気になったのは、イリア。 サツキバのオープン AI の共同創業者で技術のトップだったみたいな。ねまあ、天才エンジニアみたいな感じで言われる人ですよね。そうですね。天才エンジニアで天才科学者みたいな人がオープン AI をやめて、ね、ここ数か月イリアは何をしてるんだみたいな感じで話題になったんですけど、つい、ね、にそのベールを明かすみたいなところで、あ,なるほどあれですね、スーパーインテリジェンスですね。超知能。はい、超知能の会社を。 立ち上げたっていうことで、なんか詳しいインタビューの記事があったんで、どんな話なんですかこれ見ると、まずはあの、これどんな会社かっていうと、まあ、スーパーインテリジェンスっていうのは簡単に言うと、まあ、汎用人工知能ですね、AGI がさらに進化して、人間をはるかに超えるような、そういうすごい強力な知能。AGI が汎用、今まではその何かに特化したら、 この分野ではもうすごいっていうのがあったんだけども、うん、あらゆる分野において人間と同等、でも人間と同等っていうのはさ、人類の中にはものすごい天才もいるわけじゃないですか、その天才さえも同等ということなんだから、かなり AGI もね、賢いと思うんですよ、ね、そうですね、最近言われてる AGI っていうのは、それぞれの分野での人類のトップを超えるぐらいの勢いになってますよね。うん <laughs> そこはね、うん、同等だと思う。あ同等。と同等。うんはい、だから人間を超えない。人間を超えないんだけど、人間の最も天才的な人たちと同等だから、うん、まあものすごい頭のいいということになる,、うん、なるんだけど、まあでも人間を超えないということなんですけど、うん、超知能っていうのは人間超えますよということですね。うんうん、ああ、そうですね。で、その超知能ですね。超知能を開発することだけに特化する会社っていうところで、他のオープン a i とか Google とかだと、 プロダクトを作って、ローンチしてとか、なんかそういうキャッシュフローを回すのに、なんかそういうことがどうしても必要になってるんですけれども、なんかこの会社っていうのはスーパーインテリジェンスを作ることだけに特化しているみたいな。あの、なんで最初の製品が安全なスーパーインテリジェンスであって、それまでは何も出さないみたいな。 なんかそういうコンセプトで資金調達してるど。どれぐらい資金調達したのかなそれはなんかね、書てね発表していないみたいな。そうですよね。まあでも、何年間かはあの全然儲けなくても超知能の開発だけしていればいいというぐらいの資金調達ですよね。多分、そうですよね。なんかそれはもうはっきりと明かしていないみたいなふうに。 製品作らないし、うん、製品作らないから、あのマーケティングも販売もセールスも誰もいらないから、うん、人数はいらなくて、超優秀な研究者だけ何人か集めればいいから、まあ、その人件費だけで回せるので、うん、それ何年先にできると彼らは考えてどうか分からないですけども、資金調達した額で十分やっていけるだろうと。うん、とはいえ 半年ぐらい前だったら、孫正義さんはさ、うん、20年以内とか言ってたわけじゃないですか、すね、長期、ねはい、とはいえ、20年間、じゃあ、の儲けもなく、この人たちをあの養っていけるかというと、そんなこともないと思うので、やっぱりもっと身近に、もうすぐそこまで、あの、長期の実現というのは、すぐそこまで来てると思ってるから、こういうことをできるということなのかなと思います。そうですよねこれも 一番最初、超知能は手の届くところにあるみたいなところから始まってますし、も,もし本当にオープン a i のリックされたロードマップが本当に2027年が AGI のマイルストーンだとすると、まあ、そこから数年とかなんで、2030年ぐらいですよね、きっと。なんか、まあ、それが面白いなと思いましたね。だから、割ともうちょっと前じゃないですか、その AGI っていつできるのって、まだそういう議論もまだありますけどもね、うん、ところが今週になって、 AGI どころか ASI、超知能を維持できるのに議論が変わったようなそ,うよ、ね、その,、うん、あの孫正義さんの株主総会での発言もありますけど、うん、孫さんも今回は AGI の話をほとんどせずにも ASI の話をしているので、うん、だからほんのちょっと前っていうか、今でもまだ AGI の話は出てますけどね、もう AGI は1、2>, うん、1> 1, 2年先、2、3年先にできるのは確実なんで、うん もうその次の話しましょうみたいなフェーズに入ってきたのかなと思うのがすごい早いな,な気がしますよね。早いですよね。ねねえっくりしますよ、ね、確か、孫さん10月のイベントだったと思いますよ。ソフトバンクワールドですかその時に AGI 作っていくんだ。AGI は10年以内できると思うみたいな言ってて、それで ASI は20年とか言ってたんですけど、もう AGI はもう,もうすぐできるからみたいな感じで、だから ASI の話をしようよみたいな、そんな取り、ね、になってたんで。 半年でこんだけ変わるんだみたいな感じですごい勢いで進化してるなと思いますよ、ねあ,うん、あの時期も確か孫さん10年とか言ってましたけどその10年もかなりご指摘というかご指摘な数字で10年ですって,うす、ね、っ,てってましね,うね実際これ、えー、とオープン a i の CTO の方この、うん、方だったんですね初めて知りましたミランドさん何て言ったのかなイタリアの人ですかねちょっと英語が聞き取りにくくて 確かイタリア語話したと思うんで、イタリアの方だと思うんですけど、まあ、創業メンバーの一人で、それずっと CTO をやってて。サマルとマン氏が一度クビになったときに、暫定的にこの人はちょっと CEO をやってた時期があるんじゃないのかなと思う。ああ、そうだったんですね。うん、だからまあ,あ、オープン AI の中ではかなり一目置かれてるというか、それなりのポジションなんだなと思いますね。うん、もちょっとはっきり、あと1年半とか言ってました。あと1年半っては、博士。 レベルとか言ってましたよね。オーボー AI の定義だと GPT-4 は高校生レベルですよね。これですね。特定の学生レベルのインテリジェンスを検討していますみたい。それってでも1、2年先、2、3年先だったら GPT-6 ぐらいのこと言ってるのかなですかね。これい1年半って言ってましたよね。どこか,かにはっきり1年半って言ってたんですよ。あ、これ一応全文書き起こし,してるんで、あ、これですね。 信号レベルの知能になるでしょう1年半ぐらい1年半だと今24年だから26年の初頭ぐらいに最も優秀な博士レベルの AI ができるっていうのがオープンエアのロードモップなんですねでそこから1年で AGI なんですかね,そうですよねだからまあ、うん、この間リークされた文章だと GPT5 が今年の夏出て、うん、GPT4 が優秀な 高校生レベルということなんで、GPT-5 はだから優秀な大学生レベルかなと、うん、アンダーグラジュエイトレベルかなと思いますよね。それで、このミラさんが言ってるのは、それから1年か1年半後ぐらいの GPT-6、うん、それが優秀な博士号レベルみたいな感じで、うん、それからまた1年ぐらい経つと、次は世界のトップレベルと天才たちと、うん、アインシュタインと同レベルみたいな、うん、そんな感じの知能になるということですかね。で、そこで AGI。うん だから大体、まあ、2007年度内、2007年末までに起こるということを皆さんも言ってるし、この間のリークの文章もないこと言ってる。リークした人もね、ちょっと前までオープン a i にいたので、オープン a i の中での考え方っていうのはそういうことなんだろうなと思いますねうん、うん。この博士号とか言ってますけど、これ多分オープン a i の定義で、他のとこだと多分違ってて、今週、クロードの3.5出ましたけれども、あれだと 推論能力は大学院生レベルとか書いてあったんで。クロード3.5がですかあ,あ、そうです,うです。なるほど、ね。公式のブログに推論能力は 3. 点知識は確か大学生レベルで、推論能力が大学院生レベルってどっかに書いてあったような気がしたんですよね。うん、ベンチマークで推論レベル、大学院生レベルの推論レベルを測るベンチマークはあるということなのかな でクロード3.5は全ての能力において PhD レベルじゃないというわけですよね。あのああ、ね、常識は大学生レベルなんで、ね、オープン A の人たちの言っているのはおそらく全てのレベルでということなんだろう,う、ね、と思います、ね。まあ、一部を超えるとと全てだとまたと違,違いますからね。そういう感じなんですかね。まあ、でも3.5めちゃめちゃ評判いいですよね、うん、クロード3.5。GPT-4-O よりもいいとかいう話も出たりしてますからね。 結構、ジェミニーの1.5プロがめちゃくちゃ優秀なんで、使ってる感じだと、ジェミニーの方がいいかな、みたいな。あ、そうなんですね。クロード3.5よりあ,あそうですね。物によるというかああ、使い方によるかもしれないです、ね。クロード3.5もめちゃくちゃいいんですけど、クロード3.5の便利なところのアーティファクト機能なんで、アーティファクト機能アーティファクト機能っていうのは、なんか一言で言うと、リアルタイムで動作確認できるみたいな仕組みなんですよね。うん これは何これブラウザ上でやってんのかなな<あ>こ,<れ>これはなんかシューティングゲームを作ってくださいみたいな感じでこう,んうん、うん、いう風に作ってくれたんですけど、うん、あのこれ前だったら例えばソースコードとか書いてもらったとしても、うん、その場で動作確認できないんで自分でなんかどこか貼ったりとかしてなきゃなかったんですけどこれはブラウザでそのまま動作確認できるんですごいですよね多分賢さはそんなには変わってないんで、うん ですけど、そうなんだ。描画機能がついてるんで、うん、その場で図形描いたりとかできるんですよ。例えばわかんないですけど、牛乳を買いに行くときのフローチャートを書いてくださいみたいなふにするとわかんない。適当なんで、何ができるかわかんないですけど、とかってやると多分、すげえ。こんな感じでできて、うんうん、この牛乳を買いに行くときのフローチャートがこう、できるわけです。す さっきのインベーダーゲームみたいなもこんな感じでインベーダーゲーム作ってくださいと言えば自然言語で言えば作ってくれるんですかあそう,すそうです、そうです。それすごいですよね、それね。もともとこれは出力できたんですけども、これをリアルタイムですぐ画像として出してくれるっていうのが今回、ああ、そうか。だから賢さは特にそこが賢くなったわけじゃないんですよね。まあ、ち,ょちょっと全体的に底上げされてるんですけど、うんうん、これは前からできる。 なんだろうね、便利になったということですね。すぐ利用してくれるんだね。ああ、そんな感じ。まあでも僕みたいな素人からすると、あの自然言語でゲーム作ってって、そ,そ,れその場ですぐゲームが見れたらすごいなと思いますよね。いやよねいや何がいいって バグってたりとか、ここ直したいって言ったら、その場ですぐ直せるんですよ。ああ、そうか、そうか、そうですね。それがすごい便利で、これまでは自分であったりとか、バグったら、うん、その場でエラーコード引っ張ってきてとかやらなきゃいけなかったんですけど、なるほど,なるほどできるんですよね。なんで、これのコンセプトもなんかね、チームメンバーみたいな、確か書いてあったんですよね。うん、AI と共同作業できますっていうのが売りで、うんうんうん うん、AI と対応しながらなんかものが作れるみたいな感じですね。なんで、それがやっぱり使いやすいっていう感じで。うん、ただ、なんか賢さは、なんかジェミニの方があるかなみたいな。もうタスクによってるそうなんですね。まあタスクによるかもしれないですけどね。はい、なんで、共同作業がいらなければいいんですよ。うんうん、なんで、これ、全文の翻訳は今回、ジェミニ使ってるんですよ。ジェミニはあの長文出力ができるんで。 これ一発で出せるんですけど、クロードはそこまで長文出力対応しないんで、あんぐらいだと2段階に分けなきゃいけなくて、んめんどくさくて、しかも途中でなんか勝手に予約しだしたりとか<あ>たまにあるんですよ。でも今さっきの動画ってそんな長くない動画ですよね。大体 1>, 1時間ぐらいですねあ。あ、1時間も話してたあ、1> 1あたそうなんだ。1時間だと結構ですよね。最近なんか3時間とかいうインタビューあるからさ。ああ、そうそれをね、全部、どうやってコピペしてるんですかただ、 じーっとコピーするんですかあの、あの、ああのー、トランスクリプトあた。ただコピーしてません。ただコピーしてただめんどくさいですよね。あれ、なんか、あの、URL 入れたら勝手にトランスクリプトも引っ張ってきてくれてってしてくれたら楽なんだけど、まだそういうのないですかね。 パワープレクシーがね、何をしますかって選択するときに、動画って選択できるようになってるんですよね。ちょっとそれでできるのかどうか試してみようと思って。今それ貼り付けるのが結構めんどくさいで、コピペするのに3時間分のトランスクリプトをさ、ザーッとスクロールダウンしながらコピペしていくっていうのは結構めんどくさくてさ。これで何ができるって言いましたこれプロですかこれ押せばプロになるんで。はい。今のフォーカスのところ。フォーカス。フォーカス。はい。そこで動画ってあるでしょ。 これできるのかな、まあ、僕まだ試してないんですけど、これがあのフォーカスが乗りましたっていうのを試そうと思ってるんですけどね。これで入れると、ト,トランスクリプト全部翻訳してください。できるのかどうか。これでトランスクリプト。うん、ト,トランスライト,トランスクリプトイントジャパニーズ。トランスリイト。いいのかな 予約されてます、ね、予約されちゃうね。まあ、予約でもいいんですけど。まあでも、あの原文をね、訳してくれたら。これちょっと追加で打ちますか。うん、鍵を、しを、全文。いけるのかな なんかダメですね。これ、ああ、書き起こしじゃなくて、多分ビデオのなんかのページの、ね。そうですね。やっぱりじゃあ、コピペしてこないといけないですかね。そうですね。ちょっとそこ、まあ、まあ、面、ま、倒、あ、くさいなと思うんですけど、GM2 プロ1.5でもできないのかな、まだ試してないんですけど、結構、動画を見るときに、生成 AI に質問しながら動画を見ると、めちゃめちゃ理解が早く進むので。 僕は今その使い方が一番やってるんですよね。だからコピペの手間が省けると楽かなと思うんですけど、まあちょっとまだ難しいかもしれないですね。書き起こしを日本語に。Google ならできるかな ?Google ならできるかなようやくですね。ようやくですね。書、ね、き起こしを。うん それから翻訳してもらう前に、まず書き起こし、英文のまま書き起こしをここに書いてくださいでもいいかもしれない。やっぱり要約しちゃいますね。英文のまま。あ,あ、英文のままにしちゃいます。よせずに。これ、うん、ダメですね。 おいけそうか一生懸命考えてるんでいや、これはなんかよう、でもなんかこういう感じなんで。ようやくっぽいですね。ようやくっぽいですね。ようやくですね。ダメだめですね。<念>はい。今後に期待しましょう。まあでもこれ、AI スタジオで貼り付ければ一発で出るんで、GoogleAI スタジオっていうのあって、それで URL 入れると一発で書き起こしてくれるんですか あ、いや、URL はできないんじゃないですか。これは普通にコピペしてるんですけど。ああ、そうですよね。多分なんですけど、これ長いから要約するんじゃないかなと思ってて、あの、うん、出力プロンプト制限みたいなのがあって。ああ、そうか。で、このジミニ1.5 Pro をこの AI Studio、うん、で使うとほぼ無制限で出せるんで、多分それでうまくいってんじゃないかなって気がします。なる,ね、なるほどね。まあ、進化してますが、まだまだ要望は次が次と出てきますからね。<laughs> そうですね。ただ、仕事とかではすごい使いやすくなったんじゃないですかね。うんうん、やりとりしながらできるんで。うん、ただ、あの、スライドとかの出力は、実は、チャートの出力が結構強力になったんで、<laughs> グラフで出力するとか、データ分析するとか、多分そういうのが得意になってるんで、うん、日本中央七角の人工発するレポートグラフィカルな、 レポートを作成してくださいとかあると、うん、多分、うん、すごいねなんかこういうの出るんでなんかリサーチとか便利じゃないですか あ,確かあと知識のカットオフは今年の4月とかなんでまあまあ最新の情報出るんじゃないかなと思います。あとちょっとね最近気になってるのが例の,あの超知能に ASI に絡めてなんですけど孫正義さんの基調講演全部見た中で自分の使命は ASI を作っていくことだ、うん、みたいなことを気づいたみたいなそれで、うん ずっと一年間ぐらい考えて、そのためには必要な何かが問題があったそうなんですけども、ちょうどこの講演の日にその解決方法が見つかったみたいなこと、で、それは何か言いませんけどもとか言ってたんですよね。それが何が課題なんだろうな、みたいなのがちょっと気になっているので、それの解決方法を孫正義さんが見つけたっていうのはどういうことなのかないずれそれを発表してくれるのかなとか思うんですけど、課題として気になるのが、 まあずっと遠藤さんと AI ってこんな風に進化していくよという話してたじゃないですか。僕がよく言うのはディープラーニングは赤ちゃんの脳みたいで犬と猫を判別できるようになりましたみたいな感じで。うんうん、それからトランスフォーマーというのはが勉強を始めました。インターネットの文章全部学習していきました、はい、みたいな。だから赤ちゃんから小学生になって勉強し始めたっていうのがその生成 AI。はい かな,と思ね、なるほど。はいはいで。で、それで勉強してて、ただ、がむしゃらに、その参考書を読んでるだけでは大学通りませんよと。もう少しなんか戦略的に、いつまでにこういうのを勉強してという、計画を立ててやらないと、受験は通りませんよということで、受験生の AI というのが、その計画エンジンであるとか、エージェントと言われるような機能かなと思うんですよね。で、その次の進化として、よく僕と、あの、遠藤さんが言ってたのは、やっぱり大学で勉強してるだけだったら、耳学問っていうか、 知識は増えるけれども、でも実際の社会のこと全然わかってないままで、だから実際に社会に出ないといけないよということで、それがロボットに搭載されるのか、それがスマホに乗ってネイティブマルチモーダルで学習して賢くなっていくのかという、そういう方向で話してたじゃないですか。はい、だからまあ、受験生、大学生の次は社会人になって社会に出ていくという、そういうふうな僕は割とあの比喩でね、説明してたんですけど、それとは別の 進化の方向があるなと思って、それが大学院に残るみたいな。うん、で研究者になると、社会に出ない。だから、スマホにも乗らないし、ロボットにも乗らないんだけども、がむしゃに研究していくみたいな、うんうん、そういう人生もありかなと思うんですけども、それがイリヤサツキバとかオープン AI がやってるような方向の進化の方向だろうなと。それで、アップルであるとか、スマホを持ってる人たちがやるのは、社会に出ていくという。 社会人になななるとといいう進化のの方向なのかなと思っていてまあだから2つの社会人になる人と研究室に残る人と2種類の AI ができてくるんじゃないのかなというのが最近思ってるとこなんですよね。それでどっちがいいのかってちょっと分かんなくてそれで大学院生になって研究者になったらそれが ASI なのかなそれが本当の AI の進化なのかなとか。 あれそれ結局データの話なのかなっていう気もしてて、うんうん、結局そのロボットで体を持って、さらにマルチモーダルでいくっていうのは、うん、そういうデータを取得するってことでスマホに乗るっていうのも、そのスマホのデータで学習するっていうこと、うん、っていうふうに思ってるんですね。データの拡張っていう意味で、ロボットとかスマホとかって考えてたんですけれども、うんうん、そういう意味でも、イリアのところは、 なんかプロダクト出さないと逆にデータ取れないと思うんで、そこはどうするんだろうなっていう感じはありますよね。どっかと連携してそういうデータもらうのか、それかそれこそロボットは研究の範囲内で作るのかもしれないですけれども。ああ、でも違うのかな。うん、なんかイリアの発言としては、AI の研究は外に出なくてもデータでできるから、別にそれでひたすら改良できるみたいな。あ、イリアじゃない。あれ、オープン AI のペーパーか。 ね、そうなんですよオ。オープン AI 系の人たちって、割とそういう発言が多いんですよ。だから、一つはその社会に出て実際に体験しないと賢くならないよという意見もある一方で、いやいや、もう社会に出て賢くなっても、それは人類を進化させないので、それよりも研究室にこもって研究してる人の方が人類を進化させてきたじゃんみたいな。 うんうん、そんなふうな議論がオープン AI 系の人たちは多いのかなという感じしますよね。うん、だからイリアもそれからオープン AI の人たちもだから順番にどん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 学習していけば計算資産を大きくしていってそれでアルゴリズムを効率化していってそれいろんな工夫していったらどん,どんどんどん賢くなっていくんだよということで、うん、だからもう23年以内にかなり賢くなって AGI できちゃってそ,れその後は 自律的に AGI が動き始めるので AI 研究者になって自分たちを改良していくので ASI になるんだよみたいな、うん、そんな主張ですよねだから研究者としての AI の主張の方が割と重点的にオープン a i 系の人たちは考えてるのかなという気はしましたねうん、うんうん、まあまあ人間の賢さでどっちか 大学院行く人の方が賢いのか、それか、社会に出て、企業を経営する人の方が賢いのか、ちょっと、まあ、賢さんの定義はいろいろあるのでね、両方あっていいのかなと思いますけどもね。うんうん、全然違う二つの方向性で、研究というか、進化が進んでいるのかなという気はしますね。いずれそれがまあ合体するのかもしれないですけども、割と、オープンエア系の人たちは、遠藤さんや僕たちが言ってたような、実社会に出て、グラウンディングしなくてもいいよみたいな感じで進めてるなという気がするんですよね。そうですよね。まあ、空も、 そのためのシミュレーターみたいな感じでしたもんね。うん、そうですよね。ちなみにアンソロピックとかはどっちかっていうと人格というか認知能力的なところを推してるみたいですね。うん、なんか最近出た方式に載ってたか忘れましたけれども、うんうん、ユーモアとか面白さみたいなものも追求していきますみたいな。なんかそんな発言も確か出てたような気がしますし。うんうん、あとは前のバージョンが出た時も確か AI が 正直さとか、こう、感じよくコミュニケーションできるみたいな、そういうところをトレーニングしてるって言ってたんで、まあ、もしかしたらオープン a i はひたすら認知能力みたいなところをガーッと上げていく方向かもしれないですけど、まあ、他の AI はもしかしたら非認知的なところ、コミュニケーション力とか、なんかやりきる力とか、なんか正直さとかなんかね、そういう人格面みたいなものをトレーニングするのかも。まあ、そこをトレーニングするには体あった方がいいと思うんですけどね。 なるほどね。イーロン・マスクのグロークなんかもそうですよね。うん、なんか、ユーモアモードっていうのがありますからね。普通モードとユーマンモードっていうのがあって。うん、ユーマンモードが仕事に関係するのかなと思うんですけど。<laughs> うん、まあ、ユーマンモードはなんか人間のコンパニオンの方向の AI としてはユーモアモードっていうのは必要なのかもしれないですけどね。うんうん、だからまあ、いろいろと方向性が変わってきてるのかなという気はしますね。<う>オープン A はもう本当に研究者の AI みたいな。うん うん、AI 研究者を作るという方向で人類を進化させるんだという形で、このところはもう少しいろんな人間身を持たせて、コンパニオンにさせるとか、いろ、うん、んな形の AI を分かれてきてるというか感じはしますよね、やっぱりね。特徴が出てきてるという感じですね。今ってトップレベルの AI 研究者が全力で AI 研究をする AI を作ってるんで、一番最初に職を失うのは AI 研究者かもしれないですね。 ね、<laughs> 最近までは AI 研究者安全とかそういうのありますけどもしかしたら一番危ないかもしれない、AI、研究者まあそれが3年後とかね AGI ぐらいになると AI 研究者ができるんだというふうにこの間のリーグの文章で書いてあったんで、うん、今のレベルではまだちょっと AI 研究者は無理だけど2027年ぐらいには、A うん、AI 研究者できるということなんで、うん、そうなると、うん、まあ AI 研究者は本当にいらなくなりますよね <laughs> というか、まあ、人間ほとんどいらなくなるんですけどね。賢い人間というのはいらなくなるんですよね。そ,うそれを考えるとすごい社会変化ですよね。なんか、あと3、4年、2、3年ぐらいで、あのそうですね。賢い人いらないみたいな。ど,どこまでそうなるかっていうところですけど、あ、お孫さんの電気とかかもしれないなって気もしてて、電気電力あ。電力やると言ってますよね。えっと、3つに力を入れると言ってて、1つが半導体。 アームでしたっけあそうですね、うんはい。それから2つ目がデータセンター。ねまあ、そこに電力も含まれるんだと思うんですけど、ね。はいうん、3つ目が人型ロボットみたいなこと言ってました、ね。はい、この3つで ASA 実現していくんだ。うん、ASA の時代を作っていくんだみたいなこと。データセンターを動かすのに電力がいるってい、ね、う話ですよ、ね、これ中国もアメリカも原発入れて電力確保ってちょうどやってるじゃないですか。そうですね日本って今原発… 反原発みたいな感じになってるんで、結構それ厳しいんじゃないかなと思って、日本で ADI やろうとしたら、電力足りないんじゃないかなって、いくらアム持ってても。いやなんかアメリカも結構反原発の動きだったみたいですけどね。だから、うん、あのシリコンバレーの投資家たちのポッドキャストを見てたら、中国はどんどん原発作ってるのに、アメリカは作れないと、うん、アメリカはやっぱり原子力発電が怖いというふうな、ん。うんうん 世論が強すぎるんで、なかなかできないんだこのままではだめだということを主張してたんで、うん、でも今回なんか割と圧倒的な数で上院も下院も通ってるので、下院も通ったんですか下院も通ってるんですよ。下院先通ってるんですよ。だから、バイデンが通過してって書いてある。バイデンが証明すればいいだけなんですけど、うんうん、世論的には反原発って言ってたんですけどね。 やっぱり中国との戦いになると急にやっぱりみんな変わってくるんですかね <laughs> そうですよね。もうこ<れ><や>中国との戦いがなかったら、いやいや、もう原発危ないという人の方が強いのかもしれないけど、いやこの前の中国に負けるぞということになるとみんな一団結するみたいに、外に敵をつくと社会が進むとね、うん、言われてますけど、<laughs> そんな感じで中国をそういうふうに利用してるんでしょうね。うねねいや、本当はあの、オープン AI のリークの話じゃないですけれども、アメリカ対中国対みたいな。 あと中東とかになるかもしれないですけど、なんか本当にそういう感じになってますよこれ見ると。そうですね。まあ,、うんあの、わざと敵を作って国内を一つにさせるという政治家がよく使う手段なんですけど、うん、最近でも中国って結構いい感じで、うん、全然その悪い社会主義国みたいなイメージじゃないみたいなんですけどね、友達の SNS 見ていたら、 中国から帰ってきた人の話をこんなこと言ってたみたいなのとかだ、うん、ったんですけど、もう、賄賂とかも全くないみたいですよね。なんか中国で賄賂でズルするみたいな、そんなイメージがずっとあったんだけど、賄賂、うん、も,も一切なくて、それでデータ全部取りまくるので、悪さする人はいないみたいな、防水犯も少ないしみたいな。だから、それって結構いい社会じゃないのかなと僕なんか思いますけどね。うん、アメリカが。たすると、いや、アメリカ的には単に負けたくないっていうだけだと思うんで。 あ多分、そう,ね、まあそうだとしても関係ないんじゃないですか、ね。まあそうだとしても悪口言うのかもしれないですけど。<laughs> あでも、まあ、日本人の人の中でもやっぱりアメリカの,その論調をそのまま受けて、中国は全体主義的で怖いみたいなことを言いますけど、うん、最近なんか自分が住んでたサンフランシスコがね、治安、うん、が悪いとかいう話を聞くと、うん、いや、自由ってそんなにいいのかなみたいな。根本的に中国 結構、イン違うかという意見が周りによく聞こえてくるようになったんで、あんまりアメリカの主張が正しいとも限らないなという気はしますけどね。うん。わかんないですから、こんなこと言ったらいろんな人に怒られそうなんで <laughs> あんまり言わないの。<laughs> これ、結局、誰が一番最初開発するかみたいな話になっていると思うんで、それこそ、孫さんなのか、それとも、まあ、イリアンのところが、もうそれだけに集中して。それだけに集中してますからね。 もともと天才エンジニアと言われてる人だし、その人の下で働きたいというエ,アエンジニア、うん、研究者いっぱいいるでしょうし、うん、それでもうあの余計なこと考えなくていいと、売り上げとか考えなくていいと、うん、もう研究者にとって一番やりがいのある仕事じゃないですかね。そうですよね、まあ。そう考えると、まあ、電力もあれですけど、人材どうやって集めるのかみたいな、やっぱり引っ張ってきてくれるようなスター研究者みたいな人が欲しいですね、どうしても。そうですよね まあでも、うん、イディアがやってるんだったら簡単に引っ張ってくれるんじゃないですか、うんいや。イディアンとかそうと思うんですけど、いや、ソンさんどうやって引っ張ってくれるのソンさんは別に自分たちが研究の最先端に行こうとは思ってなくてで、誰かがそれを作った時にそれをサポートするような社会インプラを作りましょうみたいな感じじゃないかなと思うか、ね、んですよね。別に自分たちモデル作るとか、 まあそれを用ちするとかなんですかね、うん、別にモデル社会実装するのにやっぱりインフラめちゃめちゃ必要になってきますから、うん、アンドタイムも必要だし、データセンターも必要だし、そこはイデアのとこはやらないわけなんで、うん、だから他の人がモデル作ってくれて、それを実装するための仕組みを提供するというのがソフトバンクじゃないかなと。思間接的というか自分ら作るわけじゃないけど、 そこを提供するみたいな。そうだと思いますね。まあビジネスマンですからね。そこがやっぱり研究者とビジネスマンの考え方の違いでね。研究者はやっぱり一番いいものを自分が作りたいと思うかもしれないですけど、うん、孫さんは研究者になってビジネスマンになんで。だから誰が作ってもいいので、うん、それを社会に実装していくという、そういうことをやっていきたいと思います。まあでも、本当に ASI の話が出てきたっていうのは、うん、いや、文豪出てきたのか、ソンさん20年後とか言ってたんでね。 うん、それがもう出てきたということは、本当に3年ぐらいで AGI が出てきて、うん、でそこから AGI が出てきたら、ね AI、研究者 AI っていうのができちゃうので、SI、うん、も本当に数年、早かったら数年で出てくると思うんでものすごい社会変化ですよね。 多くの人、ほとんどの人、気づいていない、まあ、あのリークの文章にも書いてましたけど、うん、こういう状況に、まあ、世界があることを気づいてる人は、うん、世の中で世界中でも数百人もいないだろうみたいなことを書いてましたんですけどね、本当、うんうん、すごい社会変化が起ころうとしてるんですけど、まあ、多くの人はそれに気づいていないという感じはしますよね。 特に日本は気づいてないですよね。うん、アメリカはやっぱり電力のことが法案が通ったことを考えても大きな社会変化が来てるというふうに政治家が気づいてるような気はしますけれども、日本は全然誰も気づいていない。もうソフトバンクの総会に来てる人も ASI って聞いたことある人5%しかいなかったいな。うん、<laughs> そうですよね。こんぐらいですからね、うんあの。やっぱり今の話題は何ですかねやっぱり都知事選ですかね <laughs> 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 それどころじゃないでしょう、ね、<laughs> あでもこれ、なんか NHK のニュースで ASI 実現ってやってたんで、ちょっと認知上がったかもしれない。あそうですか。孫さんがこれ言わなかったら、全く日本はこういうところに関心がないかもしれないですよね。うん。その他何かニュースありました今週は。そうですね、まあ。あとは細かいところですけれども、オープン a がこれ初の買収って言ってますね。リアルタイム分析データベース。何がすごいんですかこの ロケットなんとかっていう感じだってい,いや、これ知らないですけど、なんかデータ系のやつで、見た感じ、ベクトル検索とかを提供してるみたいなんで、多分企業向けの検索システムとか、あこれですね、世界クラスのデータインテック作成、クエリとかって書いてあるんで、企業向けですよね。今、結局企業が社内向けに、社内データの分析とか、 検索みたいな。連携とかね、や,<う>やっと、ね。散々やってますけど、うん、多分そこに需要があるんで、オープンエアが公式で出してくるっていう話なんじゃないですかね、きっと。それってすごいですよね。結構ビジネスパーソンの人たちとか GDX の人たちと話してるとね、そこのデータ連携が今めちゃめちゃホットですからね。うん、なかなか簡単にはいかなくて、うん、いろんな工夫が必要だみたいで、うん、まあいろんな技術も出てきてるみたいなんですけど、うん、それ試行錯誤でいろいろ やって一番いいその連携の仕方はどれかみたいなのが今結構ホットな話題っぽいんで、そ,でね、そこのところなんかすごくいい技術なんですかね、OpenAI、うん、が買収しないですかね。まあ結構実証実験やったわい,いけど、意外と精度低いみたいなのが多かったので、うん、まあ OpenAI が出してくるんじゃないですかね、ねマルチモーダルで、図や表が入ってても検索できますよみたいなの。 カナダのコヒアってあるじゃないですか、コヒアって会社。あれもラグとか、そういうデータ連携のところのツールがいっぱい揃っている言語モデルなんだみたいな話をこの間、エンジニアから聞いて、あれやっぱり便利ですよ、簡単に使えるのでみたいなことを言ってましたですけど、そういうふうなニーズが今一番あるということなんですね。そうですよね。まあそういうのを使っていったらいいのかなオープン AI がそういうのを提供してくれたら。公式にも出るんで、まあ今、散々実証実験してますけど。 寿命は短いのか、まあただ日本の大企業とかだと独自に作りたいのかもしれないんで、ね、需要はあるのかもしれないですけど、まあそもそも海外にデタを送れないみたいな社内な規約があるの多いんで、まあグローバルではあれですけど、日本は意外とそういうの残るかもしれない。日本ってまだオープン a i ってそんなに評判悪くないですもんね。最近なんかアメリカでのオープン a i の評判の悪さとかいうのもすごいなとか思うんですけど。うんうん、女なんですね。 うん、日本で割とオープン a i ってマイクロソフトのデファクト的な、もう、ね。一番それが安心みたいな感じでみんな使ってますけど、ねうん、アメリカで結構なんかオープン a i 評判悪くなってきてるなって感じがしますよね。以外にも。まあ、あの a が新しい会社作るというのも、まあ、オープン a i に対抗するということですからね、これはね。うん オープン AI も非営利団体やめたらそうですもんね。いや完全に営利。営利、ね、になりましたってことですからね。うん、だからそれに対抗するということで、イーリアが新しい会社を作ったわけですから、結構、うん、オープン AI が金儲け主義的な、どんどん技術を先に進ませてしまう会社的なイメージになってきてるなという感じはしますね。この間のアップルの WWDC でも、アップルが必死になってオープン AI との提携をあまり目立たないようにしてたところがあったんで、うん。<laughs> えー、そこまでしないといけないんだみたいな。そこまでしないと、アップルの評判まで落ちるほど、オープン AI って評判が下がってきてるのかなっていうのが。うん、ちょっと日本の人はそういうのに気づかない、まあ、知らないでしょうけど、うん、まあそんな感じになってきてるなという気がしますね、うんうん。あともう一個、同じ時期ですね。マルチっていうやつを買収したみたいでして、うん、ジョイニングオープン AI って言ってるんですけど、うん、こういうコンセプトですね。デスクトップコンピューターが本質的にマルチプレイヤーだったらどうなんでしょう。 オペレーティングシステムがユーザーをアプリと同等の立場に置いたらどうなるでしょうかちょっとね、これだけ見るとよくわかんないんですけど、マルチって画面共有しながら遠隔で同時にソフトウェア開発ができるみたいな、なんかそういうプロダクトみたいなんですよね。うん、なんかズームかなんかと連携して、なんか同時にコード、あ、これ多分複数ですね。複数人でコードレビューとかしながら、 プログラムの開発ができるみたいな、なんかそういうプラットフォームみたいなんですけど、それをオープン a i が買ったみたいな。こうですね。画面共有しながら、マルチプレイヤーで同時に制御するみたいな。デスクトップコンピューターがマルチプレイヤーだったっては多分そういうことなんですよね。今ので言うと、その画面共有しながら、複数人で作業するってやつですよね。だから、プレーティングシステムがユーザーを アプリと同等の立場あだから OS がこの一人の我々のユーザーをアプリと同等の立場に置く。だからアプリのレイヤーにユーザーが入る。つまりマルチエージェントのコンピューターを作るっていう話ですかね。まとめるときっと、うん。もう一つピンとこないけど。なるほど。<laughs> <laughs> そうだ。それが必要なんですかね。そうなんですか。新しいコンピューターのあり方みたいなの。うんうん。なるほどね。 わかんないですけど、コンピューターで作業するときに、いろんな AI が寄ってたかってああ、そうか、そうい、ね、う世界観か。多分そういう。なるほど、なるほど。多分 AI によって、得意不得意みたいな。で、うん、それが AI がユーザーと共同して仕上げてくれるみたいな、そういう世界観じゃないですかね。 ああ、なるほどね。なんか、この間のリークの文章でも、最終的にオープン AI が目指してるところっていうのは、AI のリモートワーカーがいっぱい会社内に入ってくるような未来みたいなことを言ってたんで、だからまあ、AI と一緒に働くみたいな感じですかね、AI の従業員の方が多くなるんだろうあそうですね。だもしかしたら社、自分が社長でいろんな得意技を持った AI みたいなのを雇って、それがこのコンピューターに。 入ってきて、じゃあ今から企画会員をやろうみたいなことで会議、ね、しながらもう企画書ができてデザインも綺麗になってみたいなこ、ね、んな感じまあだから AI の授業員はいっぱい雇う未来のために必要ない。そうですね。雇、うんね、ってそれを一台のコンピューターにそるみたいな。 そういう世界観ですよね。それが何年後、2、うん、2, 3年後には始まるみたいな、そういう世界観っ結構最近思いますね。多分、次、夏とかにエージェントが入ってきて、そのエージェントが今度、マルチエージェントでコンピューターで動くみたいな、うん、そういう感じですかねそうですよね。 あのリークのレポート本当面白いなと思ったのは、段階的になかなか企業っていうのはそんなにもうすぐ変化できないんで、うん、まあワークフローとか組織とかそんなに簡単に変えられるわけじゃないので、だからなかなか AI を活かせないまま2、3年続くんだけども、このエージェント化して本当に 妹ワーカーを雇うような感じで AI を雇えれるようになったらそこはもうワークフローを変えることもなく組織も変える必要もないので、うん、一気にみんな導入が進んで生産性が一気に上がるだろうみたいなことを書いてあったのがちょっと面白いなあ、まさにこれがそれかもしれないです、ね、そうですよね。タッチじゃなくてもうしゃべれば通じるようになるんで。そうですよね。 だからもうそれが2、3年はなかなかやっぱり AI の導入というのはそこまでも急速には進まないんだけど3年後ぐらいにこの世界観が実現したら一気に導入が済みますよみたいなそんな話なんだろうな<あ>、ね、そうですよね。ズームで喋りながらリモートワーカーと作業するっていうのが AI で全部できるわけですからね。これ現したらなるほどね。なるほどね。 いやー、暑いですね。結構近いですね、それは。じゃあ。そうですね。それはだから、3年後ぐらいにそういう世界観になったら、うん、本当にどんなふうに社会変わるのか ?3 年後だったらもう AGI できちゃってますかね。買ってるぐらいだからもう、もうちょっとだよ。来年とかじゃないですか、これ。これ、エージェントが乗って、ホームにみたいにべらべらしゃべれたら、このプラットフォームができてたら、リモートワークのエージェントになるわけじゃないですか。そうですよね。 まあ、AGI、その世界の最高峰の天才まではいらないですからね。日々の仕事にはね。本当に優秀な大学生レベルの賢さでいいわけだから、それはもう今年の夏に出てくる GPT-5 ぐらいで大学生ぐらいの賢さになりますから、もうこれ使ってどんどん導入していける感じはしますよね。あとでもそうなると課題としてあるとそのレポートが変えていたのは、オンボーディングの仕組み。うちの会社はこんな会社でこれを目指してて、それで、 えー、チャットでは日々こんな話しててみたいなそういう、まあ、パーソナライゼーションとでもいいのかな、うん、オンボードの技術がまだないとか言ってましたよ、ね、それこれじゃないですかこれああこれでねこれで会社のやつ加わせておくんじゃないですかねああなるほど会社の今までの歩みであるとか今何をしようとしてるとかそういうデータ全部連携しちゃうと、うんまあ、これがオンボーディングですよね確かにねまああとは新人が入ってきた時もオンボーディング兼ねて例えば いいろんななミーティングに出てもらったりとかかすするじゃでそれと一緒で最初は一緒に作業するみたいなだから人と一緒になるじゃないですかリモートワーカーの新人が入ってきた時のオンボーディングと同じになるんじゃないですか。なるほどそう考えるとこの2つの買収っていうのはまさしくそういう世界観に向かっての布石ですよねこれね。 うんうん、なんかそんな感じがしますね、これは。ね。やっぱりじゃあ、その方向を考えてるんだな。で、それがもう実現しようとしてるんだなということですよね。ああ、そう考えると、この2つの買収ってめちゃめちゃ面白いですよね。いや、ほんとそうですよね。うん。まさしく、その彼らの描いてる未来に必要な技術を買収してきたって感じですね。いや本当に面白い話がつきませんね、これ。<laughs> いや、本当そうですよね。アップルとメタもなんかやろうとしてますからね。 あの別の記事読んだんですが、メタもやるし、いろんなところと話してると、まあ、アップルはもともと言ってますよね、みんな、うんあの、オープン AI だけじゃなくて、いろんな AI が出てくるから、それは全部統制するようにしていくんだ、うん、みたいなことを言ってるので、うんまあ、メタともやりますし、ただ、メタとは今まで仲が悪いとか言われたんでね。うん、あ、そうですね、ちょっとこれ見て、一回却下してるみたいな記事も出てきて、うん。仲悪いと言われてるんだけど、でもメタって今、オープンソースでいろんな便利な、 AI モデルどんどん出してきてますからね、使わない手はないですよね、アップルにしてもね。だから喧嘩してる場合じゃないということなんだと思うんですけど、グーグルともアップルは組んでくると思うし、まあ、いろんなとこと組んでくるという感じはしますね。うん、だから、オープン AI とどっぷりスクラム組んだという感じではなさそうだという、ね、そうですね。うん、という感じはしますね。 なんか、この間、あるエンジニアと話してて、いや、これからますます加速度増して変化していくよねって話をしたら、若い、うん、エンジニアなんですけど、20代なんですけど、うん、あと何年ぐらいこれ続くんですかと言われたんで、まあ、少なくても3、うん、4年はすごい変化続くんじゃないかな、みたいな話をしてた。頭激そうですよ、みたいなこと言ってましたね。このスピードで行かれると僕、知らなくなっちゃいますよ、みたいなこと言ってましたですけど。<laughs> 面白いなと思いました。それぐらいね、本当にすごい勢いですいそうですよね。ね今日はそのとこですかね。 んこんなとですかね、はい、今週もなかなか面白かったです、はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。